露白林1926年1月22日は、朝鮮の独立運動家、大韓民国臨時政府国務総理、本願は、豊川路氏、豪は敬遠、後海南道松の義軍に生まれ、幼少時には漢学を学ぶ。1895年に、李光、牧著洋、陰満足明、竜あずま説らと共に、大韓帝国の官比留学生に選抜され、日本へ渡ると、 慶応義塾に留学した後、1899年11月21日に陸軍士官学校を卒業、日本陸軍省委任官。1900年10月に帰国した後は、魚孵化や委員いたす明などと共に、大韓帝国軍三上に任官し、武官学校教官や県政学校校長などを歴任した。魚孵化など、親日的な軍人たちとは、 対照的に第二次日韓協約や日韓併合条約など日本に国権を移譲することとなる条約の締結には一貫した反対の立場をとっていた。1907年には安政博や両帰宅、リ・トーニエラと新民会を組織した。1910年10月1日に日韓併合条約が締結されると感食を実施ゲ1915年に 中国を経てアメリカに亡命。アメリカではハワイに滞在しながらアメリカ軍の援助の元と僕広島とともに肝心独立軍部隊を組織した。サンフランシスコに渡った後はかねてから空軍の重要性を主張していたことからカリフォルニア州北部に飛行学校を設立し空軍部隊を養成した。1919年の3.1独立運動後に 結成されたハンスン臨時政府では、軍務副総長を務め、上海の大韓民国臨時政府でも、軍務総長に選出された。以降は、臨時政府の国務総理まで務め、リアズマヒカリや柳、柳東施設、サルサイ、ヒロシ、ボクヒロシマンなどと共に、武力による独立運動の展開を主張した。1926年11月26日に、上海で病死したが、 臨時政府の状況に絶望し自殺したとも。遺体は仮葬され遺骨は上海の外国人墓地、総経営陵園に埋葬されたが、1993年8月10日に国立ソウルは北大に改装された。1962年に建国勲章大統領賞が追伸された。なお3人の子供も独立運動に参加し、独立運動家として、 建国勲章が授与されている。ありがとうございます。